今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。そうね。最近、よくニュースで見かけるわ。まず、秋篠宮家は、皇室の一員だぜ。天皇の弟、秋篠宮様の家族のことだな。秋篠宮様は、皇太子様の弟さんよね。そうだよな。秋篠宮様には、愛子様、ゆうひとし様、佳子様の3人の子供がいるんだ。3人とも、お名前はよく聞くわ。で、秋篠宮家って、最近はいろいろ問題が起きてるんだ。どんな問題なの？例えば、小室圭さんとの結婚問題とか、ゆうひとし様の教育問題とかだな。小室圭さんとの結婚問題って、いろいろ言われてるわよね。そうだな。小室圭さんって、元婚約者の方との金銭トラブルとか、いろいろあったんだ。聞いたわ。あの問題、解決したのかしら？まだ完全に解決してないんだ。だから、結婚に反対する声も結構あるんだ。そうなんだ。それから、ゆうひとし様の教育問題も、かなり話題になったよな。ゆうひとし様の教育問題？ゆうひとし様は、学習院初等科に通ってるんだけど、そこで、られたとか、学業に遅れをとってるって噂が出てたんだ。そんなことがあったの？真相はよくわかんないけど、噂は広がってるんだ。秋篠宮様は、ゆうひとし様の教育に熱心なんだって。やっぱり、皇室の一員だから、いろいろ大変ね。他にも、秋篠宮様は、皇室の伝統を重んじる一方で、新しい考え方も取り入れようとしてるんだ。新しい考え方も？例えば、皇室の伝統を守りつつ、現代社会に合った形で、皇室を維持していこうとしてるんだ。なるほど。だから、秋篠宮家って、いろいろな意見が出てくるんだ。賛成する人もいれば、反対する人もいる。難しいわね。秋篠宮家について、もっと深く知りたいなら、いろいろな本を読んだり、ニュースを見たりすればいいぜ。いろいろ調べてみようかな。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。そうね。よく、ニュースで話題になるわよね。まず、秋篠宮様の性格についてだな。秋篠宮様は、天皇陛下と比べて、かなり控えめな性格なんだぜ。確かに、天皇陛下はいつも、笑顔で優しい印象よね。そうだな。秋篠宮様は、どちらかというと内向的で、公の場ではあまり目立つことを好まないんだ。なるほどね。だから、天皇陛下のように、頻繁に国民と触れ合う機会がないのかしら。それも一因だな。秋篠宮様は、むしろ研究や学問に熱心なんだ。研究？どんな研究をしてるの？鳥類学とか、生物学とか、そういう分野に興味があるんだぜ。へえ、意外ね。天皇陛下は、もっと、外交とか政治に興味があるイメージだったわ。それは、天皇陛下の立場だからだな。秋篠宮様は、皇族としての立場はあくまでも脇役だと考えてるんだ。脇役？どういう意味？つまり、天皇陛下が中心で、秋篠宮様はサポート役だと考えてるんだぜ。なるほどね。でも、秋篠宮様も、皇位継承順位は2位だし、重要な立場よね。それはそうだな。でも、秋篠宮様は、自分の役割はあくまでサポート役だと考えてるんだぜ。じゃあ、秋篠宮様は、皇位を継ぐつもりはないのかしら？それは、誰もわからないな。秋篠宮様は、自分の役割について明確に語ったことはないんだぜ。やっぱり謎が多いわね。次に、乗りこき先についてだな。乗りこき先は、かなり厳格な性格で、子供たちにも厳しく教育しているんだぜ。厳格？具体的にはどんな教育？例えば、学習塾に通わせたり、海外留学させたり、将来のために厳しい教育をしているんだぜ。確かに、秋篠宮家の子供たちは、みんな、優秀なイメージがあるわよね。そうだな。乗りこき先は、子供たちが将来立派な大人になるように、厳しく教育しているんだぜ。でも、子供たちも大変そうね。各科に大変だと思うけど、乗りこき先は、子供たちのためを思ってのことなんだぜ。そうか、やっぱり母親の愛情なのね。
次に、秋篠宮家の問題点についてだな。秋篠宮家は、近年、様々な問題を抱えているんだぜ。どんな問題？まず、秋篠宮家の経済問題だな。秋篠宮家は、皇室予算から毎年約1億円を受け取っているんだぜ。え、そんなに？そうなんだぜ。しかも、秋篠宮家は、皇室予算以外に、私的な収入も得ているんだぜ。私的な収入？例えば、秋篠宮様が所有する不動産の賃貸収入とかだな。なるほどね。でも、秋篠宮家は、皇室予算以外に収入を得る必要はないんじゃないの？それは、秋篠宮家の考えだな。秋篠宮家は、皇室予算以外に収入を得ることによって、皇室から独立したいと考えているんだぜ。独立？つまり、秋篠宮家は、皇室から経済的に自立したいと考えているんだぜ。でも、秋篠宮家は、皇室の一部じゃないの？それはそうだな。でも、秋篠宮家は、皇室から独立したいと考えているんだぜ。なんだか複雑ね。次に、秋篠宮家の家族問題だな。秋篠宮家は、近年、家族間のトラブルが続いているんだぜ。家族間トラブル？例えば、眞子様と小室圭さんの結婚問題とかだな。あの問題ね。他にも、佳子様と秋篠宮様の関係とか、雄仁様の教育問題とか、いろいろあるんだぜ。なるほどね。秋篠宮家は、確かにいろいろ問題を抱えているわね。最後に、秋篠宮家の将来についてだな。秋篠宮家は、今後どうなるのか、誰も予想できないんだぜ。そうね。秋篠宮家は、今後も、様々な課題に直面していくわよね。秋篠宮家は、皇室の伝統を守りながら、時代の変化に対応していく必要があるんだぜ。でも、秋篠宮家は、これからも頑張ってほしいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、いろいろあるよな。そうね。最近もいろいろ話題になってるわよね。まず、秋篠宮様は皇太子だったんだけど、今じゃ天皇の弟って立場になったんだぜ。そうなのね。なんか複雑ね。そして、秋篠宮家の長女である眞子様は、小室圭さんと結婚して、今はアメリカに住んでるんだ。そうよね。話題になったわよね。眞子様の結婚は、いろいろ問題があったんだぜ。具体的には、どんな問題があったの？小室圭さんの母親の借金問題とか、結婚後の生活費の問題とか、いろいろあったんだぜ。なるほど。だから話題になったのね。それに、秋篠宮様は、天皇の即位式である大嘗祭の費用について、疑問を呈してたんだぜ。そうだったの？そうなんだ。秋篠宮様は、大嘗祭は宗教的な儀式だから、国費で賄うべきじゃないって主張してたんだぜ。難しい問題ね。秋篠宮家は、いろいろ問題を抱えてるんだけど、実は、秋篠宮様は、植物園にも興味を持ってるんだぜ。そうなの？そうなんだ。秋篠宮様は、植物園協会の大会に出席したり、水戸市植物公園を視察したりしてるんだぜ。植物園に興味があるなんて、意外ね。そうだろう？秋篠宮様は、植物の研究にも興味を持ってるらしいんだぜ。へえ。秋篠宮家は、皇室の中でも、かなり粉存在なんだぜ。確かにそうね。でも、秋篠宮家も、皇室の一員だから、いろいろ大変なこともあるだろうな。そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、いろいろ言われてるよな。特に、雅子様と典子様の関係は、なんか複雑で、よくわからんって人も多いと思うんだ。そうよね。よく聞くけど、詳しいことは知らないわ。まず、秋篠宮家は、天皇家の皇太子、皇太子の弟、つまりは天皇の弟の家族だぜ。秋篠宮様は、金城天皇の弟で、典子様は奥さんだ。なるほど。天皇家と秋篠宮家は、やっぱり仲良くないの？仲良くないってことはないと思うんだが、なんか、距離があるのは確かだな。距離があるって、どういうこと？例えば、天皇家と秋篠宮家では、急
宮中行事への参加の仕方が違うんだ。天皇家は、伝統を守って、儀式的な面が強いんだが、秋篠宮家は、それに比べて、自由なスタイルを取り入れてるんだ。へえ、そうなんだ。じゃあ、雅子様と典子様の関係は？雅子様と典子様は、性格も考え方も違うから、うまくいかないことが多いらしいぜ。性格が違いすぎるって、どういうこと？雅子様は、国際的な経験が豊富で、外交的な面もあるんだ。一方、典子様は、伝統的な考え方をする、内向的な面があるんだ。なるほど。それって、何か問題になるの？問題になるかどうかは、人それぞれだと思うんだが、両家の間には、どうしても理解しがたい部分があるんだ。そうなんだ。でも、やっぱり、皇室って、特殊な世界だから、一般の人には理解できない部分も多いのかもしれないわね。各家に、皇室は、一般の人とは違う世界だけど、人間関係は、どこも同じだよな。確かにそうね。あと、秋篠宮家の話題でよく出てくるのは、秋篠宮様の政治的な発言だな。政治的な発言？秋篠宮様は、天皇は象徴的な存在であるべきだと考えていて、政治的な発言をするべきではないと考えてるんだ。天皇は、政治に口出ししちゃダメなの？天皇は、憲法で政治的中立性を求められてるんだ。つまり、政治的な立場を取ることはできないんだ。なるほど。じゃあ、秋篠宮様は、天皇の立場に反対してるの？反対というより派、天皇の役割をもっと明確にしたいと考えてるんだ。秋篠宮様の考え方は、よくわからんけど、天皇の役割って、難しい問題なのかもしれないわね。各家に難しい問題だな。いろいろ教えてくれてありがとう。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。そうね。最近は、特にいろいろ噂になってるみたいね。まず、秋篠宮家は皇室の一員だぜ。皇太子だった天皇陛下の弟さん、秋篠宮様とその後家族のことだな。つまり、皇位継承順位で言えば、秋篠宮様が次なんだよね。その通りだぜ。ただ、皇位継承の仕方は、法律で決まってるんだ。天皇陛下が亡くなった時に、自動的に皇太子が天皇になるって決まってるんだ。なるほど。じゃあ、秋篠宮様はいつ天皇になるの？それはまだわからないぜ。天皇陛下がいつまでお元気でいらっしゃるかによるしな。ただ、秋篠宮様が天皇になる可能性はあるってことは覚えておけ。確かに、可能性はあるわね。最近は、秋篠宮様の娘さんである眞子様の結婚とか、佳子様の活動とか、いろいろ話題になってるよな。そうね、眞子様の結婚は、いろいろ賛否両論あったみたいね。眞子様は、一般の人と結婚したんだぜ。皇室の伝統では、皇族は皇族同士で結婚するのが普通だったんだけどな。じゃあ、眞子様は、皇室を離れることになったの？そうだな。結婚したことで、皇族ではなくなったんだ。皇室を離れることを、退位、って言うんだ。退位って、天皇陛下がするんじゃないの？天皇陛下が皇位を譲ることを、退位、って言うんだ。眞子様の場合は、皇室を離れることを、退位、って言うんだよ。なるほど。ちょっとややこしいわね。他にも、佳子様はいろいろな活動をしてるよな。最近は、美術館とかで作品を発表したりしてるんだ。恵子様は、芸術がお好きなのね。そうだな。佳子様は、皇室の伝統を守る一方で、新しいことに挑戦してるんだぜ。確かに、新しいことに挑戦してる印象があるわね。秋篠宮家って、伝統と革新のバランスが難しい立場なんだよな。皇室の伝統を守りながら、現代社会に合わせて変化していく必要があるんだ。難しい立場だけど、秋篠宮様は頑張ってらっしゃるわね。秋篠宮家は、これからも注目される存在だな。いろいろな意見があるだろうけど、その中で、秋篠宮様は、皇室の伝統を守りながら、現代社会に合わせて変化していく道を模索していくんだと思うぜ。今後の秋篠宮家の動向に注目していきたいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。
今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんか話題になることが多いよな。確かにね。最近は、特に、いろいろなニュースを見かけるわ。まず、秋篠宮家って、皇太子ではないけど、皇位継承順位が第2位の立場なんだ。なるほど。だから注目されてるのかしら。そうだな。それに、秋篠宮家の長男である雄仁様は、将来皇位を継ぐ可能性もあるんだ。雄仁様ね。将来は天皇陛下になるかもしれないなんて、すごいわね。最近の話題で言うと、雄仁様の学習院での登用疑惑とか、いろいろあったよな。あの報道ね、すごく話題になってたわよね。でも、真相はよくわかんないわ。登用疑惑については、学習院側が、問題なし、って結論を出したんだ。そうだったの？なんか、すっきりしないわね。まあ、真相は闇の中ってとこかな。でも、この報道が影響して、秋篠宮家はますます注目されるようになったんだ。確かにね。それに、秋篠宮ご夫妻は、公務を積極的にこなしてるわよね。そうだな。特に、秋篠宮様は、環境問題や生物多様性に関する活動を熱心に言っているんだ。興味深いわね。具体的には、どんな活動をされてるのかしら？例えば、生物多様性に関するシンポジウムに出席したり、環境保護に関する講演を行ったりしてるんだ。なるほど。秋篠宮様は、環境問題に関心が高いのね。そうだな。秋篠宮様は、将来の地球環境を真剣に考えているんだと思うぜ。素晴らしいわね。尊敬するわ。それに、秋篠宮ご夫妻は、皇室伝統を守りながら、現代社会に合わせた活動も積極的に言っているんだ。例えば、秋篠宮様は、若手研究者を積極的に支援しているんだ。それはすごいわね。どういう支援をしてるのかしら？例えば、日本学術振興会賞の授賞式に出席して、若手研究者を祝福したりしてるんだ。なるほど。秋篠宮様は、未来を担う若者にも関心が高いのね。そうだな。秋篠宮様は、皇室の伝統を守りながら、新しい時代に対応しようとしているんだと思うぜ。深いわね。秋篠宮家って、思ってたより複雑な家族だな。各家に、複雑な面もあるけど、伝統と現代社会のバランスを取ろうとしている家族なんだと思うぜ。改めて、秋篠宮家の活動について知ることができたわ。ありがとう。どういたしまして。秋篠宮家のことをもっと知りたいなら、いろいろ調べてみるといいぜ。そうするわ。いろいろ調べて、秋篠宮家について、もっと深く理解したいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、最近何かと話題になってるよな。そうね。最近、よくニュースで見かけるわ。まず、秋篠宮家ってどんな家系なのか説明するぜ。秋篠宮家は、皇室の血筋を受け継ぐ家系で、現在の天皇陛下の弟、秋篠宮文仁親王とその家族で構成されているんだ。つまり、皇位継承順位で言えば、天皇陛下に継ぐってことね。その通りだぜ。秋篠宮文仁親王は、天皇陛下が病気になったり、亡くなった場合に、皇位を継ぐことになるんだ。なるほど。じゃあ、秋篠宮家って、いつも注目されてるってことね。そうだな。皇室の次期天皇候補がいる家系だから、当然注目されるんだ。それに加えて、秋篠宮家は、最近何かとトラブルに見舞われてて、さらに注目を集めてるんだ。トラブル？具体的にどんなことなの？まず、秋篠宮様の金銭トラブルだな。秋篠宮様は、皇室の私費から、100万円を不正に受け取ったって噂されてるんだ。ええ？そんなことがあったの？しかも、そのお金は、秋篠宮様の私的な目的で使われたって噂されてるんだ。もちろん、正式には否定されてるけど、世間の噂は消えないんだ。噂って、本当のことなの？本当かどうかは、わからないけど、噂が広がってるってことは、それだけ世間の関心が強いって証拠だよな。
そうね。それに、秋篠宮家の長男である雄仁様の入賞作文も問題になってるんだ。入賞作文？何かあったの？雄仁様の入賞作文が、別の人の作品を盗用したって疑惑が出てるんだ。え？盗用？それは大変ね。この疑惑も、正式には否定されてるんだけど、世間の疑いは消えないんだ。盗用疑惑は、本当じゃないといいけど。秋篠宮家は、最近何かと話題になってるけど、それだけ国民の関心が高いってことでもあるんだ。確かに、秋篠宮家に関するニュースは、よく目にするわね。国民の関心の高さは、裏を返せば、それだけ秋篠宮家に対する期待も大きいってことだな。そうね。秋篠宮家には、国民を失望させないよう、頑張ってほしいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮屋敷の改修工事について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮屋敷の改修工事って、最近話題になってるよな。そうね。ニュースでよく見かけるわ。あのさ、なんでこんなにも改修工事が必要になったのか、疑問に思わない？確かに、なんでだろう。実は、この改修工事には、いくつかの理由があるんだぜ。理由？まず、一つは、老朽化による改修が必要になったってことだな。老朽化？秋篠宮屋敷は、昭和40年代に建てられたんだ。結構古い建物なのね。そうなんだ。築50年以上経つから、建物自体も老朽化してきて、あちこち傷んできてるんだ。なるほど。例えば、屋根とか、壁とか、床とか、あちこちが劣化して、修理が必要になってきたんだ。修理が必要になるほど、傷んでいたのね。それに、耐震性も問題になってきたんだ。耐震性？昔建てられた建物は、今の基準では耐震性が足りないんだ。地震が来たら危ないってことね。そうだな。地震が来た時に倒壊する可能性もあるんだ。怖いわね。だから、耐震補強をする必要があるんだ。耐震補強は必要よね。それと、もう一つ理由があるんだ。他に理由があるの？皇室の安全対策も、大きな理由の一つなんだ。安全対策？秋篠宮屋敷は、皇族の方々が住んでるところだから、テロや襲撃から守る必要もあるんだ。確かに、皇族の方々は、常に危険にさらされているわね。だから、セキュリティ対策を強化する必要があるんだ。セキュリティ対策は、大切よね。例えば、防犯カメラを増設したり、警備体制を強化したりするんだ。なるほど。それに、皇族の方々のプライバシーを守るためにも、改修が必要になったんだ。プライバシー？秋篠宮屋敷は、メディアから常に注目されてるんだ。確かに、よくニュースで取り上げられるわね。だから、プライバシーを保護するために、改修が必要になったんだ。プライバシー保護も大切よね。例えば、窓に防犯フィルムを貼ったり、壁に遮音材を敷いたりするんだ。そうすることで、プライバシーが守られるのね。このように、秋篠宮屋敷の改修工事には、いくつかの理由があるんだぜ。詳しく説明してくれて、ありがとう。どういたしまして。これで、秋篠宮邸の改修工事が、なぜ必要なのか、よくわかったわ。よかったぜ。マリサ、もう一つ質問いい？なんだぜ？改修工事には、どれくらいのお金がかかるの？その質問は、難しいんだな。難しい？具体的な金額は、公表されていないんだ。そうなのね。ただ、かなり高額になることは、間違いないだろう。やっぱり高額なのね。だって、老朽化した建物を全面的に改修するんだ。そりゃ、高額よね。しかも、耐震補強やセキュリティ対策、プライバシー保護など、様々な対策が必要になるんだ。大変な工事だわ。だから、改修工事には、莫大な費用がかかるんだ。なるほど。でも、皇室の安全を守るためには、必要な費用だよな。そうね。国民の税金が使われているわけだから、透明性を高めて、きちんと説明する必要があると思うんだ。確かに、きちんと説明してもらわないとね。今後の動向に注目していきたいな。私も注目していきたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。
よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、いろいろ話題になってるよな。そうね。最近、恵子様が福島県に行かれたってニュースで見たわ。ああ、あれは13年ぶりの福島県訪問だったんだぜ。長い間、行かれてなかったのね。何か理由でもあるのかしら？いろいろあると思うぜ。例えば、佳子さまは以前から社会貢献活動に熱心に取り組んでいて、福島県もその活動の一環として選ばれた可能性もある。なるほど。でも、13年も空白期間があったのは、何か特別な事情があったんじゃないかしら？それは、秋篠宮家の事情を考えると、いろいろ考えられるな。どういうこと？例えば、秋篠宮家は皇室の中でも特にメディアの注目を集めやすい存在なんだ。確かに、市とかで、よく名前を見かけるわね。それに、秋篠宮家は皇室の中でも、伝統的な価値観と現代社会の価値観の間で、葛藤を抱えているとも言えるんだ。どういうこと？例えば、秋篠宮様は、皇室の伝統を守りながらも、現代社会に適応していくための改革も必要だと考えているみたいだ。それは、難しい問題よね。伝統と現代社会のバランスをどう取るのかは、難しいわ。それに、秋篠宮家の場合は、皇室の中でも特に、結婚や子育てに関する問題が取り沙汰されることが多いんだ。そうね。恵子様の結婚とか、雄仁様の教育とか、よく話題になるわね。これらの問題も、秋篠宮家が抱える課題の一部なんだぜ。秋篠宮家って、いろいろ大変そうね。まあ、皇室全体が大変なのは間違いないだろうな。でも、秋篠宮家は、伝統を守りながらも、新しい時代に対応しようとしている。そうだな。秋篠宮家は、皇室の未来を担う重要な存在だ。今後の動向を見守りたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。